はい、どうもこんにちは、ひろとです。今回は、翔平 TV の練習会に参加してきました。ノックを受けてきたので、ご覧ください。ノッカーは翔平さんです。では、どうぞ。だからスキルさん。あと。はい、いかがでしたか？まあ、ノック受けてみて、まあ、翔平さん意外と打球早いの打ってくるので、まあ、打球を見て、まあ、顔をね、逃げちゃってるところもあるんですけど、まあ、早い打球に対しては体に止めることは、まあ、できたかなって感じですね。まあ、一個あったんですけど、体に止めて、すぐね、処理できなかったかな。ちょっと残念かなって感じですね。あそこがね、まあ、慌てて、どっか行ったなって感じになるとちょっとダメなので、もし、ああいう場面があった時は絶対に前に止めれば前にあるっていう、そういう意識に持ってしっかりやっていきたいなと思います。まあ、エラーもあったし、そこの課題は自分も少々わかっているので、まあそこは反省点として、まあ、良かったところは、まあ前に攻められたかなと思います。で、ここで、多分翔平さんは、攻めろっていう縛りがあったんですよ、前に。まあ、そういう縛りがある、あったので、まあ、うまく、攻められたのかな、と思います。まあ、翔平さんにも、多分この動画が、ノックが載っていると思うんですけど、それは多分参加者全員が、ね、映っていると思うので、そちらの方もぜひ見てください。翔平 TV のチャンネルは、概要欄貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてください。チャンネル登録。高評価、コメントよろしくお願いします。では、バイバイ。7日木曜日、はい、美濃第一運動場野球場ですね。美濃第一総合運動場野球場にて、9時から1時までですね、練習会を、野球の練習会を行っております。はい、そこではですね、いろんなことをします。私はね、別で動画を撮ったりとか、いろいろすることはあるんですけど、
他の動画撮らないところでは練習会とかで普通にやってますので、ぜひぜひ興味のある方、または新年明けてね、体を動かしたい方はぜひぜひ来てください。美濃までお願いします。参加費は1人500円でございます。よろしくお願いいたします。